統計の日は世界各国で独自の日に記念されている統計の記念日である。1973年7月3日の閣議了解によって10月18日に制定された。明治3年9月24日に日本で初めての近代的生産統計である不遍物産票に関する大上官布告が交付されたことが由来となっており、 国民の統計の重要性に対する関心と理解を深め、統計調査への一層の協力を得ることを目的としている。総務省統計局で毎年統計の日の周知と統計に関する関心を高めることを目的として、ポスターを作成しており、使用する標語については1990年から関係省庁及び地方公共団体等から募集している。 総務省や地方公共団体の統計担当部署では、この日前後に全国統計大会等の統計の啓発普及を目的とした各種行事を行っている。インドでは同国の統計学者、プラサンタ、チャンドラ・マハラ・ノビスの誕生日である6月29日を統計の日としている。国連統計局は103カ国の統計の日をリストアップしている。 国連統計委員会は2010年に10月20日を世界統計デート定めた。ありがとうございます。